6月、北海道の大地が緑色に覆われ、日差しも夏の強さを帯びてきます。そんな中、鶴居村中ほろろで行われていたのが、牛に与える牧草の収穫です。 JA 釧路炭町によりますと、この時期に収穫される牧草は一番牧草と言われ、牛たちも喜んで食べるのだそうです。8月にはまた伸びてきたものを2番牧草として刈り取りますが、夏の日差しを浴びて急激に成長するため、栄養面は今の時期の牧草の方が優れているとのこと。刈り取られた牧草は細かく刻んで穀物などと混ぜて牛に与えられます。ハーベスターといわれる農機が並走するトラックへと積み込みます。遠くの山並みをバックに作業は淡々と行われますが、その息の合った2台の走りは熟練の技を伺わせます。鶴居村といえば、タンチョウの繁殖にちなんで名前を鶴居村に変更するほど鶴で知られた村ですが、実は基幹産業は酪農なんです。動画を撮影し投稿してくれた方は、酪農といえば別海町や十勝地方を思い浮かべるかもしれませんが、鶴居村からは雌阿寒岳をバックに収穫作業が見られて、断然かっこいいと感じているということです。鶴居村にある JA 釧路炭町の職員の方は、この並走しての刈り取りについて、村の中の酪農家は皆さん慣れたもので、この時期の鶴居村ではよく見られますよと教えてくれました。